ショストロープラフシーの1回300円です。見てみましょう。ドリームチェイサーです。今回はこちらポケモンのガシャポンと食玩一緒に紹介していきたいと思います。はい、チョコエッグのね時期がちょっと終わってしまったというかないので、今回はガシャポンをミックスしてみました。ガシャポンは新ウいっぱいコレクション全5種コンプリートできましたので、こちらを見ていきたいと思います。はい、その他に今回はポケモンゲットコレクションズの新ウ地方、そしてポケモンカード組はしつこくソード&シールドのフュージョンアーツ見ていきます。ミュウが欲しいけどね、なかなかこの組の方ではゲットできないようなので、当たったらいいなーって感じですね。ポケモンのカードは全23種のうちランダムで1種類が入っています。はい、ではまずはこちらから開けていきましょう。1個目、こっちの方がいいよ。なんでや、カードが見えない。そうなんだ。はい、今回はガーディー。ガーディーは種なんか書いてる。温めるだって。自分の山札から炎エネルギーを1枚選び自分のポケモンにつける。そして山札を切るそうです。火炎ですね。30ダメージ与えられるのかな。 HP が80なのでそんなに強くないですね。コモンカードになります。はい、では2つ目いきましょう。2つ目、子供どうしても取りたいやつ。いいからいいよ、こっち側で。こっち側から。これ誰だ。もう見えてるじゃん。あ、クワガノン強いじゃん。噛みつく70、あとエレキブラスターがありますね。このポケモンについている雷エネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン1匹に200ダメージ。ベンチは弱点、抵抗力を計算しないだそうです。これ、あ、アンコモンカードになる。お、これレアな感じ。アンコモンは4種しかラインナップされてないのでかなりいい。はい、あ、うん、3つ目開けようか。はい、3つ目、さあどうぞ。今度は誰だった。雪ハミ、雪ハミです。アイスコール、自分の山札から水エネルギーを2枚まで選び相手に見せて手札に加える。そして山札を切ります。はい、 HP40 ですね。コモンカードになります。はい、どうぞ。誰だ。ヤブクロンだ。ヤブクロンでした。コモンカード、仲間を呼ぶ。自分の山札から種ポケモンを1枚選びベンチに出す。そして山札を切る。毒の息は20ですね。相手のバトルポケモンを毒にするだそうです。うんうん、ヤブクロン。はい、続いてどうぞ。続いては何だった。コモンか。キャタピラーか。コモンだ。キャタピラーはコモンだね。うん、群れる。自分の山札からキャタピーを1枚選びベンチに出す。そして山札を切る。もしくい銃があるけど、これは弱めな感じかな。キャタピーだしね。食べて一番下のがアイランスっていうか、あれ。そういうことか。そういうことか。はい、続いて何でしょうか。生こぶし。特性が生拳投げ。
このカードが手札にあるなら自分の番に1回使える。このカードを山札の下に戻す。その後自分の山札を1枚引く。この番すでに別の生拳投げを使っていたならこの特性は使えない。使ってなかったらなんか山札1個から取れるみたいな感じかな。うーん、はい、ニュー来てくれ。もしくは V とかね。何これ、これアンコモン。あ、これもコモンなんだよ。イワークだから。イワークだから、あ、そう、一番だから下のね、下のあれだね、進化前系だね。ね、ガードプレス。次の相手の番、このポケモンが受ける技のダメージはマイナス30される。お、いいね。岩落とし救助もあります。いいね。ラソーミュー来い。来なかったらまたやるよ。はい、どうぞ。誰、お、160だって。誰誰、ヌメルゴン。あ、進化って書いてる。うん、あ、本当だ、アンコモンじゃん。やったー。特性はヌルヌルルーム。このポケモンがバトル場にいる限り、相手は山札からエネルギーをポケモンにつけるとき、つける前にコインを1回投げる。裏ならそのエネルギーはつけたことにならずトラッシュする。おー、2分の1の確率でそんなことが。あとバスターテールが120です。ヌメルゴン、ヌメイルから進化します。アンコモン2個ゲット。ね、2個ゲット。この数で2個はすごくない？今回のアンコモンはこちらの2つ、デンジムシから進化するクワガノンとヌメイルから進化するヌメルゴンでした。今回 VMAX は、ミュー VMAX で、 V はゲノセクトの V になります。どっちが欲しいんだよな。出るまで頑張ります。はい、では続いてはどちら行こうかな。ガシャポンから行こうか。はい、ガシャポンのから大きさを見ていきたいので、はい、こちらを開けていきます。これね、最後の最後やっと出てきてくれたアルセウスから見ていきましょう。衝動の方でもラインナップされてるんですけれども、私ちょっとゲットし損ねたので、衝動で見つけられたらまた紹介していきますが、とりあえずはこちらでご勘弁を。はい、新をいっぱいコレクションの中で目玉となっているであろうアルセウス。はい、このパーツは後ろ足の方の補強に使うことで、バランスよく飾っておくことができるようになるんですね。はい、アルセウスかっこいいです。キリッとした表情も細かいところまで綺麗に作り込まれています。はい、やっぱね、立体的にこう飾れるとすごく嬉しいキャラクターですね。はい、もう一つ大きなカプセルで出てきたのが、今回は、はい、こちらのダークライになります。ダークライもかなり大きいです。はい、出してみるとこんな感じで、ダークライの場合は、この前側をそのままそのまま乗っける感じ？こうなるのかな？形的にはこれですよね。はい、ということで、そっと乗っけてあげればいいのかも。はい、ふわっと立体的に作られているこの感じもまたいいですね。かっこいいです。ダークライ。デスクの上に飾ってみるとこんな感じになりますね。おー、でかくていい。では続いてこちら、かぶった紫を開けてみましょう。で、ポッチャマですね。ポッチャマ！かわいい。あ、ちゃんとみんな台があるんだ。はい、バランスよく飾り置きできるようになっています。ちょっとね、軽く足が浮くくらいにしても、本当にここにちょこんと乗っける感じなので、落ちそうな場合は、ここにね、両面テープとかくっつけて乗っけてあげるといいかも。まあまあまあ、でもバランスよく、大丈夫かな。ちょっとね、振動が来たり、こう、地震があったりすると、まずいかも、くらいの感じ。はい、では、オレンジ開けていきます。オレンジは誰だったのかな？パチリスでーす！パチリスー！かわいい。この子は台座なしだ。はい、パチリス。尻尾が結構大きめに作られています。とっても可愛いです。あ、こんな感じでね、お座りポーズでいいんだ。ではラスト、黄色は超にっこりピカチュウですね。ピカチュウも台座なしですね。ピカチュウはバランスよく作られているのでいいんじゃないかなと思います。
足の部分も綺麗な平らだし、はい、笑顔もバッチリ。尻尾は薄めに作られてますね。おー、いいですね、かわいい。はい、ではラスト、食玩ポケモンゲットコレクションズキャンディー、新大地方のポケモンと冒険開けていきましょう。このラインナップの中で今出てきたポケモンはポッチャマとピカチュウだけなんですけれども、どの子も結構可愛くてね、狙ってるのはディアルガパルキアなんですけれども、ゴンベとかトゲキスも欲しいなと思っています。ゲットできるかなー、まあ、比べるんだったらね、ポッチャマとピカチュウが欲しいけど。じゃあ普通のモンスターボールからは誰が出てくるかな。誰、ゴンベだー、やったー、1個目ゴンベ。よっしゃー、はい、めっちゃ可愛いです。カピゴンに進化します。ゴンベ、あ、いいですね、足の裏もいいですね、肉球がたまらんです、可愛い。サイズ感的にはこちらと同じ感じかな、ちょっと小さめかなくらいで、同じぐらいの大きさがあります。これもまた一緒に飾っておくシリーズでいいかも。はい、中のキャンディーは2色で作られていて、モンスターボールっぽくなってますね。ぶどう味でとっても美味しいので後でいただきたいと思います。はい、では続いてはスーパーボール開けていきましょう。はい、では行きます。こちらから誰が来るかな、誰だ、これはナエトル、ナエトル、かわいい。はい、このね、木の目のところがなんともなんとも、あー、この立体感はかわいすぎる、やばい、かわいいですね。ポケモンカードとかも好きなんですけど、個人的には立体的な方が好みなので、もうこういうシリーズばっか欲しくなっちゃう。ではこちらプレミアボールかな、はい、白いボール開けていきます。さあ、ここから誰が来るかな、あー、なんだっけか、わかんないの来た。はい、こちらはリーシャンになります。リーシャン、かわいい、鈴っぽい感じね、うん、かわいいです。いいいい、なんかこの時期って感じ、あー、たまらないですね。はい、飾るとたまらん、かわいい子たちがいっぱい。はい、じゃあここでマスターボール開けてみましょう。マスターボールで何が出てくるか、パルキア、ディアルがゲットできるかな、いきます。お、来た、ディアルガ、やったね、ディアったね。はい、ディアルガゲット、よっしゃーって感じですね。これは嬉しい、素直に嬉しい。いや、ディアルガパルキアもこのサイズで欲しいですね。ガシャポンで出ないかな。はい、かっこいい、かっこいいけど、やっぱサイズ感的にはガシャポンの方がもう倍ぐらい大きいですね。倍どころかくらいかな。はい、ではハイパーボール行きましょう。ハイパーボールに誰がいるのか全然想像つかないんですけど、トゲキスとかかな、そうかな。いや、もしかしたらね、ディアルガパルキアがハイパーボールにいたりしてなんても思ったんですけど、あ、ヒコザルだ、はい、ヒコザルでした。ということで、ディアルガパルキアはプレミアボールかな。はい、ヒコザル、尻尾が炎、かっこいい。ではどうしよう、ハイパーボールもう一個開けちゃおう。さあ、誰かな、いきます。ポッチャマ、はい、ポッチャマ来ました。あ、ポッチャマ同士で比べると、お、一回りちっちゃいっていうのが分かりやすいかも。はい、こんな感じです。兄弟って感じですね。まあ、座ってたと仮定しても、このお尻の部分のあたりの大きさから見ても、まあ、2分の1くらいかな。まあ、このゴンベが特別ちょっと大きめだったってことですかね。まあ、進化したらカビゴンですもんね。はい、ということで、こちらのポッチャマはこんな感じ。では、
マスターボール開けましょう。え、マスターボールに誰がいるのって感じですよね。誰だろう、あれ、ウソ8だ。トゲキスゲットならず。あ、でもわからない、向こうにいるかもしれない。あ、ウソ8もかわいい。なんか絵で見たよりもやっぱり立体だと全然違うっていうか、さらに可愛く見えていいですね。もう可愛い。進化前シリーズ大好き。ちょっとこの子一人で立つの難しいので、バランス取るの難しいので、誰かにね、背中を支えてもらうといいかなと思います。今回みたいなパチリスとかいるとすごく安定感あって助かりますね。ではラスト、パルキア来てくれるかな。まあ、ここでトゲキスが来てもパルキアが来ても、ね、ちょっと欲しいのが物足りないからまたやるかもかもかも。さあ、リアルガじゃなくてパルキアの方来てほしい。どうかな、やったー、来たー。はい、ということで、はい、リアルガパルキアはなんとかゲットできたー。嬉しい。パルキアめっちゃ強そう。かっこいいですね。かっこいい。すごい筋肉感とかもしっかり出てます。このキャンディー入りで1個270円かな、250円かな、それぐらいなので、それでこのクオリティのものがゲットできるのはかなりいいと思います。ガシャポンでもこれ300円だったかな、ですけど、はい、こちらも侮れません。はい、欲しい人はプレミアボール狙いで頑張ってみてください。これでね、多分プレミアボールでしかこれは出ないかなっていう予測ができましたね。はい、というわけで今回はポケットモンスターのポケモンカードゲームグミとポケモンゲットコレクションズ、そしてガシャポンの新をいっぱいコレクションを紹介しました。いかがだったでしょうか。カードゲームグミ、ソード&シールド、フュージョンアーツのアンコモン4種類中、はい、今までで3種類まで揃いましたね。ゴローニャ、クワガノン、ヌメルゴンは揃いました。残り1つと VMAX のゲノセクト、そしてポケモン VMAX のミュウ、こちらもゲットできるように頑張りたいと思います。ポケモンの新商品、食玩、おもちゃなどなどいっぱい紹介していく予定でいますので、楽しみにしていてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。